ツルチャンネル。はい、どうも、じゃあ看護師ツルです、今回なんですけど、サロン撮影ということで、まあサロンやってるんですけどね、脱毛サロン、あんまり動画にしないんですけど、まあ元々僕吉本で芸人やってて、今はやってないんですけど、その先輩たちが来てくれたんで、今日はその撮影をしていこうかなと。まあメンズレディース両方脱毛できるんですけど、今回はヒゲの脱毛を、ご紹介したいなと。で、今回来てくれたのがこちらの方です。どうもー、ザ・キーポイントのあかりでーす。ほんまにこんなテンションの方なんで、はい。で、もう一人ね、あのいてるんで、はい、お願いします。お願いします。撮ってます。はい、おたまじゃくしの堀尾さんです。はい、堀尾です。またあの概要欄とかにね、 YouTube とか、あ、そうですね、はい、出しとくんで、もうちょっとで1000人いくんですよね、はい、そうですね。それがずっと半年ぐらい続いてて、もうやめたろうかな。え、半年あのままなんですか。そうだね、はい、あとちょっとなんで、また載せておきますんで、はい、では早速脱毛行ってみたいと思います。はい、また赤井さんとか目隠ししてもらうんですけど、堀谷さん自身もあまりちょっと光見ないように。あ、なるほど、はい。まあ、こっち側から言ったら大丈夫かなと思うんですけど、まあまあ光強いんで、はい、まあ、一回テストでどんな感じか、お願いします。気持ち悪いですね。これは気持ちよさそうやけど、夏場やからいいな。首はね、どうしても冷たくなる。前と一緒で、あの最大の出力でやりますので、はい、前も最大でやった。前も最大です。じゃあ、鼻下からいきますね。いきます。はい、いきます。おかしいおかしい、これお客さん逆にこんくらい相当痛いんでしょうね。びっくり、びっくりが勝つから、はい、痛みというか、はい、いきます。だいぶ来てますね。電気も来てるんでしょうね。こんな痛がってないですよ、前は。前一回来てもらってるんですけど、こんな痛がってないですから。相当血出てない、血出てないです。はい、青くなってます。え、いきます。いきますね。呼吸が荒いですね。はい、じゃあどんどんやっていきますか。この濃い、濃いとこ痛いな。ヒゲとか、まあ、VIO とか、まあ、脇があの黒いのに反応するんで、結構痛みは出ます。いきますね。え、終わり？そうです。もうこんなめっちゃ早い。同じところはやったらいけないんで。ああ。だからほんまに話しただけとかだったら一瞬で。一瞬やな。はい、時間で言うとほんま五分ぐらいで終わんねや。うん。そうですね。全部準備とか。いや、これけど掘りを痛いで。そんなん言うなよ。あ、うん、濃いもん。いや、基本脇だけで来る人もいてるんですけど、まあ、女性はね、そういうの多そうね、はい、正直30分かかんないですね。あの説明とか除いて。では目隠ししていきますね。ほんまにじゃあ話しただけでいいですか。はい、お願いします。じゃあジェルもいます。うん、びっくりした。びっくりした。ジェル塗ってないやん。手汁手汁、手汁、さっき、はい、さっきいきました。では、いきます。いきますね。結構濃いよな。濃いっすね。喋りにくいけど、そったらよかったな。では、いきます。最大出力なんで、じゃあ3、2、1言うて。はい、わかりました。いきますね。3、2、1。おい、これは怖い。今のこれはやられたな。これは怖いぞ。これそうです、今のほんまにボケじゃなくてガチで、あのこれちょっと置いといたら録画があるんですよ。ほんまに今タイミングよく踏んだと同時に録画があったんで、はい、やりますよ。ちょっと来
とした今の怖いわ。あ、いきます、これで絶対いきます。3、2、1ちょうだい。はい、わかりました、いきます、うん、3、2、1。いきます、痛い、はい、痛いな。よし、じゃあ行きますね、うん、3、2、1。痛い痛い。お客さんこうなるから。いや俺は我慢してない。でも今日誰もらんねんな。聞いてないです。だから我慢せえへん。はい、はい、わー来る。いきます、3、2、1。うん、このまま下も行きますね。確かに下も2回行きます、3、2、1。グーってなりますね。確かに、はい、はい、最後3、2、1。 OK です。どうでした。いやいや、ちょ突撃しすぎや。どうでした。いや、慣れたらなんかビクってなるだけですけど、一発目は痛い。やっぱ ビクってするよな、その痛みっていうより。こんな感じです。だいぶだいぶ痛がってますけど、本当に全然痛くないんで。全然嘘や。皆さん来てください。痛みはあるよ。痛みはあるよ。ないです。痛くないで有名な脱毛さん。まあまあ調節できるもんね、はい、痛みない方が信用度ないやろ。確かに。どうでした、初めてのヒゲ脱毛。いや、わからんす。これはもう今後ね、どうなっていくかっていう感じなんで、まあ、試しに一回来てもいいと思いますね。ありがとうございます。痛さ的には本当にどうでした？一発目が、まあ、びっくりしてちょっと痛いぐらい、痛い一発目痛ってなる感じで、二発目以降は、まあ、まあ慣れてきますね。はい、はい、でなんか調節できるって聞いたんで、はい、これがマックスですもんね。マックスです。はい、まあ、マックスの痛さはこれぐらいかっていう感じですね。これ以上出力を上げるとダメで、はい、医療脱毛になっちゃうんで、まあ犯罪行為を黙認してくれるんであればやります。ダメで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 すか。はい。これでマックスならば全然耐えれる痛みですね。はい。はい、ぜひ。はい、というわけで今回はザキポイドのあかりさんとおたまじゃくしの堀江さんに来てもらいました。またよかったら皆さんも来てください。というわけで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。それまで皆さん、お大事に。